皆さんこんにちは。今回はとんでもスキルで異世界放浪飯10には視聴者の反応をご紹介します。皆さんの感想もコメントで教えてね。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、レッツゴー。また俺何かやっちゃいました？フェルトスイちゃんが片付けました。まあジューマの手柄はテイマーの手柄でもあるからな。戦闘力がヘッポコでも、強力なジューマを従えられるならそれだけで特別なわけだし。強い。サスペン。当たり前だのクラッカー。半分は死ぬ。どんだけい。飯食ってた。行っちゃった。お前が言うのかよ。メンチカツ美味しいねー。ピクニックかよ。ドン引きだよ。これだけの強さがバレたら危険人物として命狙われそう。討伐じゃなくて飯食いに行ってた。料理店を開けとか言われそう。最終回で通常オープニングは名作。終わるの普通に寂しいな。まみった。市場の相場崩壊しそう。金貨何枚になるんやろな。もう金がない。ギルド破産しちゃう。ニンリルじゃない。早いよ。ともちゃんかな？新宅来ちゃった。新宅かっこ最速。カツアゲ。柄悪い。たかり女神図。姉から忠告。ドラえもんかよ。うちだけの日常。喋るときに名前言うの偉い。三つ果て行き。展開に石鹸ないんか。コスメマニアか。実体があるタイプの神か。女神パーティーに加えろ。扱い雑で草。もうお前らこっち来いよ。喧嘩にならないようにみんな同じのにしてやれ。だ女神集団。残念女神。安いもんじゃん。こいつら普段何やってんだよ。小分け配送は受け付けてないのか。もう適当に段ボールで送っとけよ。もう御用聞きやん。トップバリューの酒でいいか？ご飯と酒は供物として間違ってないな。ストゼロ送るか。わがままだ女神ばっか。ダメだこいつら。女神と受付以外の女がほぼ出てこないから僕はこのナロー大好きや。風呂か。たらい。異世界ハーレムと繋がった。保温効果とかあるのか。高い。斉藤さんに作ってもらえ。イオンで買え。うおっまぶし。驚きの白さ。金は三葉殿より持っとるやろ一番高いのかいよ。日本円換算なら三葉殿のが持ってたんじゃね？傭兵動かせるくらいにはあったし。異世界ハーレムのあいつ毎回ケチ臭く値切ってたの懐かしい。まん丸しかないのか。また何かやっちゃいました？カップなんてあるんか。リボ払いで。現金一括。怪しまれるやろ。生きりたいんか。アイテムボックス便利すぎやろ。後ろにでかい犬いるんだから金持ってることわかるだろ。邪魔だからモンスターボール入れとけよ。アイテムボックスに入るの。まあ山ほどモンスターの死骸が入ってるしな。アイテムボックスは入り口の大きさとかないんだな。バスタブを持ち帰り。風呂のためならこそこそ買わないんだな。ねぎらないし良い客だな。乗客だな。縦長すぎやろ。出れなくなりそう。牢獄やん。覗き対策。土ぼこ。主人公ヘタレなだけで割と戦えそう。スライムの水かよ。スライムが湯に浸かって溶けるぐらいはしてほしい。水の汁風呂。スライム水。便利すぎる。マイクラ並みのざっくりだ。ファイアボルト。そうはならんやろ。そんなんでいいの？そんな風に沸騰するか？水中で消えないんだ。中に入れるんかい。一酸化炭素中毒。窒息しそう。ビオレアン。花王様。サービスシーン。また裸。女キャラがいない風呂かい。誰得な入浴シーン。女神様呼んでこい。環境破壊。一人で入るのにタオル巻く必要ある？水がいるだろ。やっぱり雰囲気は必要。気持ちいいねえ。風呂久しぶりか。ゆず湯。この入浴剤はどこのメーカーね。そこはパブだろ。壁の高さ。何か上からモンスター襲ってきたら逃げられなくて怖そうなんだが。風呂上がりのアーコーヒー牛乳。フルーツ牛乳。もうフルーツ牛乳ないやろ。フェナガオエ。なんか草。素材。飲み方。お風呂大好き。料理 BGM。生肉の時点でうまそう。牛肉みたい。すき焼きか？よく切れる包丁だな。チューブかよ。牛丼。うまそう。作がすげえな。牛丼ならぬワイバーン丼か。紅生姜少なすぎやろ。紅生姜もっと山盛りにしろ。牛丼食いたくなってきた。ワイバーンって牛やったんか。サントリー天然水。最終回だからかスポンサーのラベル多いな。天然水も買ってるの。レシピまとめてほしいの。ビーフシチューやな。
イオンの安ワインでたー。サントリーのワインは料理酒向けだよな。作がすげー。こいつ一人ごと多いな。シチューとか久しく食ってねえな。同じ材料あったらカレーにするし。これもう半分実写だろ。実際に調理してるとこ撮って作画してるらしいな。向こうだ料理うますぎだろう。主婦でもこんなに知識ないぞ。塊肉を牛丼に使うくらい薄切りにできる向こうだの包丁さばきすごい。カゴメ、今日はめっちゃスポンサーが。ちゃんと料理っぽいことしてる。作画力が高い。また肉来た。ひえ、ティーレックス。恐竜か。恐竜もいるんか。でかい。強そう。なんか買ってきた。原作者の知らないドラゴン。ドラゴンかい。尻尾ステーキ尻尾ステーキ。傷だらけかと思ったら余裕だった。ドラゴンズ行く。さすがに食えない。舌がグロい。FF6 で戦った。解体スキルは見せ任せか。これは解体に出せないやつ。秘宝最終話にドラゴン狩られまくる。今季ドラゴンさん、ナローアニメ全部に出てる？汚いフェル汚い。臭そう。成獣も汚れるんやな。洗ってない犬のに美味しそう。気にしてて可愛い。風呂嫌いそう。やんのかステップ。買おう。犬用シャンプーだ。ワンコ。ワンワンのお風呂タイムか。母親かな。シャンプー何本使うかな。ペット用品は草。ペット言ってて草。ペット扱い。犬ヒロ要素。お見舞いで見た。こりゃお仕事だ。トリミングまでやるのか。これもう半分便利やだろ。フェンリルの毛は価値ないのかな。フェンリルの毛ってなんか売れそう。これ売れ。ひゃん。ぶっかけ。かわいい。犬じゃん。風呂嫌いか。犬だな。アイブな。セッヌスかな。ムチ打ちやん。なんかエッヌだ。ケロリンオケじゃないのか。腰引けてない。弱点よ。どんなプレイだよ。疲らせろよ。皮入ってこい。ポンプ。有能。便利キャラのスイちゃん。スイ偉いねー。ホースやん。シャワーかな。こいつなんでもできるな。下の口から飲んで上の口から吐くのかな。アニメだとめちゃくちゃキモい。これすげえぬい。なんでもありで草。花子の清水シャワー。耳へたってるのかわいい。濡れワンコ。妖怪液とか含まれてない？大丈夫？すっかり濡れたな。ペット用飲み取りシャンプー。飲み取り。これシャンプー10本ぐらい必要だろ。これ大変だな。こうしてみるとでかいな。結構な重労働だろ。現れるの嫌がらない犬なんて。顔はめっちゃ嫌がるよね。死後、ぐったり。お疲れ様。あるある。ぶっかけ。犬。犬ドリル。ワンコだな。これは犬だわ。ドライヤー。便利だな。つやつや。ご満悦で草。イケワン。ドヤ顔で草。ケモナーが興奮しそう。美味しそう。米がうまそうやな。古速なかさ増し。牛丼ディス。この後口の周りべちゃべちゃになるんだよね。食べてみろ飛ぶぞ。フェンリルの食レポうまい。ミスター味っ子だろこのアニメ。腹減った。丼って犬食いだと食べづらそう。紅生姜少なすぎて生き。水は紅生姜山盛りにして食いそう。真っ赤なスライムになるやん。紅生姜の良さがわかるスライム。ふさふさでピカピカ。ちょろい。しょうがないにゃー。水に甘い。ギルド潰し。さすがに無理だどん。解体すら拒否。アイテムボックスの中は時間停止してるのにビーフシチュー寝かせられるのか。うまそう。完全に実写。神作が、一瞬実写かと思った。ファンも欲しい。グルメアニメ最高やったなー続きみたいわ。特殊エンディング来たー。あ、これ2期やるやろ。2期やりそう。ドラゴンを食べるための旅。俺たちの飯はこれからだ。ご視聴ありがとうございました。